パーティーゲームがお送りする実況プレイガンテックの続きをお送りしていきます。今回パート4かな、パート4です。ステージ11の2までやってきました。さあ、話としては多分過強な気がします。前回はですね、ステージ9でですね、戦ったボスが実は醜い姿に変えられた最愛のクリスだったことが分かってしまい、まあクリスはそこで絶命してしまいましたと、でハートはですね、そのクリスの思いを胸にですね、まあ怪しいと思わしき巨大企業の真ん中に今潜入しているという状況です。今ステージ11ですね。ステージ10が久々にね、カーチェイスで、ステージ11の1がガンシューティングのスタイルだったんですよね。たまに入ってくるんですね、あのモードが。まあでも、さして格別に難しいっていうわけではないのでね、この手のジャンルのゲームが苦手な人でも頑張ったらクリアできるぐらいの難易度にはなってる気がしました。どっちもね。昔からね、こういうアクションゲームで、例えばたまにシューティングゲームになったりするゲームあったり、カーレースになったりするゲームあったりしましたけども、大概難しいんですよね、そういう時って。そういうところで足止め食らってムキーってなったりするゲームも多かったりしますけど、このゲームは多分そういうことないような気がします。はい。ちゃんと考えられた難易度になってるなとは思いました。けど、このアクションの難易度は高いですよ。前回ね、最後の終盤の方で見せましたけども、足場一個の上で、ねえ、弾飛ばしてくる、こいつね。出てくるところがあるので、あれはやばいなと思ったので、コインもういいや、わかんないから取って意味があるかどうか。もう本当にね、神出鬼没のあの忍者が一番めんどくさいですね。さあ、ここだ。あ、もうダメージ受ける。ああ、もう、また同じことやってる。しっかり足場の上に乗って、ジャンプ戦と、ジャンプボタンが効いてくれないか、まあ、あるいは押すのが遅いのか、ちょっとわからんけど、なんかちょっと思い通りにジャンプできないですね。あそこだけ。今までそんなことなかったんですけども。よいしょ。しっかり乗ってからジャンプ。オッケー。いけたいけた。うおーおーおお。多いってば。ちょっと忍者。ああ、足場がなくなった。今のは、まあ私のせいですね。OK、 まあそこはダメージ受ける覚悟でいいです。無理、挑戦と。いいよ。まあ足場はなくなってちょっとびっくりしたけど落ちなければいいです。ていうかあれね、スクロールで何度でも出るんだったら、体力回復出してくれるやつを何回も出して回復っていう考え方もありちゃいですね。でここも多分同じように OKOK。お、そして扉。ここへ来るのに随分手間取ったようだね。ああ、おかげであんたとのデートに遅れしまいそうになったぞ。教えてもらおうか。正直、いや、あんたの目的は何だ？目的？そんなものはない。ただ、世の中が必要とするものを供給しているにすぎ。世の中が必要としているだと？そうだ。人は常に何らかの欲望を持っている。私がそれを満たしてやっているから、こうして平和でいられるんじゃないのかね。それは貴様の思い込みだ。しかし、人はすでに死を使ってしまったのだよ。さあ、もういいかね、ハート君。私は君が来るのをずっと待っていたのだよ。なぜ、俺の名を。いや、そんなことはどうでもいい。俺はクリスやディース隊員のためにも、お前のような悪党がただ許せないだけで、話し合いをしてやるために来たわけじゃない。定めか、定め。
さっきから聞いてじゃ、マーティーザの定めだろうとわけのわからないことをペラペラ喋りやがって。君も見たであろう。カプセルの中の君自身、そして私自身。君自身、私自身だ。これでお分かりかね。クローン。そう、君も私も組織をトアに反映させるために作り出された人形に過ぎない。私の後は君が、君の後はカプセルの中の人形が組織を継ぐのだ。バカな。仮に俺が貴様のクローンだとしても、俺は俺の意志でここに来た。それにそんなわけのわからないものに縛られてたまるか。そうできるといいものだな。うせえ、定めとやらも貴様で終わりにしてやるぜ。君がそこまで言うのであれば、私も君のことを諦めるしかあるまい。しかしその代償は君の命で払っていただこう。上等だ。さあボス戦だろうね。おお、来た。ああ、車間に来てくるね。はいはい。ああ、近いときは、ああ、しゃがみ打ちもしてくるね、普通に。ああ、なるほどね。なんとなく、あ、ゲームオーバーになっちゃった。ああ、ここからか。はいはい。なるほどね。話は、前方が見えましたね。ということは、この世界は、今度クローンだらけって感じがしますね。今の話、あ、違うな。そもそもが、クローンによって仕切られる世界みたいな感じになってるってことなのかな、根本的に。いい、進んじゃい、進んじゃい。あれ？ここで出てくるピエロみたいなやつが、あの、タイプアイテム落とすんだけど。ちょっとやばいね。いや、先に進んじゃい。あー、キギン、キギンじゃないけど。ここで一気失うのはちょっとめんどくさかったな。そう、結構、やっぱりなんだかんだ道中がきついんで、あ、でもここで体力もあったんだから、関わりないか。とにかくここでのね、落下ミスとかをね、極限まで減らしていきましょう。それがなくなれば、あいつとの戦いももうちょっと楽になると思う。この飛びつき野郎、ほんまやったやろ、ほんま。はい、で、ここもダメージ受けて、あー、嘘！そんなミスせんでーって、何やってんだか。あのクローンとの戦いもね、でもね、ぶっちゃけ動きは分かったので対策はできてるつもりなんですよ。まあ、実際に戦ってみるとどうか分かりませんけどね。落ち着いていこう。さっきのここで足がちょっと届かんかったのが、やあれだったね。あ、これは A ボタンでスキップできます。打ってきた瞬間にジャンプして近づく。これでいい。こいつは遠くにいるときだけ銃を撃ってきて、近づいてきたときは剣を使ってくるので、近づきすぎも注意か。あー、2つの弾を1回のジャンプでできるだけかわしたいんですよ。うん、そしたらもうその後隙だらけになるんで、それができたらもう問題ない。あいつも、
最初のねムービーであいつも時期ここに来る30年前の俺のようになみたいな話してたでしょ。あれがまあそういう要するにこういうことだったんですよね。でこの主人公がまあここを継ぐべき存在としてまあここに来ざるを得ないみたいな、まあ、そういう感じだったんでしょうね多分。何が厄介ってやっぱりこの、ああ、またこの機嫌にやられた。機嫌じゃないって言うんだから。首が長いイコール機嫌っていう決めつけるのはもどかと思うけど、でもなんかパッと見、何に例えていいか分かんないんですよね、あれ。他に。頭の先っちょはなんかこうトリケラトプスっぽく見えるというか、それの表現もどうかと思いますけども。はい。続いていきましょう。えいえいえい、あ、回復アイテムありがとう。回復アイテムありがとう。えい、ここも食べて受けて慎重にジャンプ、いい、行こう。あのね、最初からしゃがんでたら今みたいにしゃがみ打ちをしてくるので、待てよ、ちょっと待ってよ、落ち着いて考えよう。あのね、おい、こっからかい、ボス戦からやらせてくれなかったっけ。あ、でも今までもそうだったか、前の場面からだったもんね。ということは、ここをやっぱり、毎回切り抜けなきゃいけないんだね。きっつ。いやー、きっついね。ちょっと待ってよ。てか、手榴弾使えばいいんか。普通に考えたら。ねえ。な、無理に剣で倒そうとせんでいい。そこだよな、問題は。だから。無理に剣で倒そうとしなくていい。こういうことだよね、だから。ああ、打ってからしゃがむ、打ってからしゃがむ、打ってから打ってからしゃがむ。こいつで言うのは簡単だけどね、意外とむずいですよ。タイミングちょっとでもずれたらしゃがみ打ちしてくるし。でも、いけるね。オッケー。まあ、終わらんだろうな。なかなかのものだな。それでは、そろそろ私の本当の力をお見せするとしようか。上へ上がっていただこうかな。どこまでもお供してやるぜ。たとえそれが、地獄の果てでもだ。さあ、化け物になったで。あー、攻撃されるのね。あー、あー、こっからだよな、そうだよな、そらそうだよな。さてさて。あれ、ボス戦がどっからかっていうのも気になるところですね。忍者龍剣伝でもラスボスって何形態かあったりして、で、第2形態の時点でゲームオーバーになったら第2形態からやらせてくれるんですよ。ステージ戻されるけどね。果たしてそれが、これが第一形態から結局倒さにいけんってなると、これはしんどいですよ。ゆっくりいけばそうでもねえのかな。なんか敵がね、ワンサが出てくるイメージだけども。あの、手裏剣、手裏剣じゃないわ。あれ、なんだっけ、ミノかな、飛ばしてくるやつは。かわす
千年でいいと思います。止まってくれ。両端から出られたらどうしようもないな。あーでもやっぱりゆっくり行った方が結果的にはうまくいってるような気がする。結果的に、とはエコーへたどり着いた時点でこの体力だからな。でしかもその体力のままでボス戦に突入するから、そう、それがきつい。今までみたいにね、あのボス戦の前は体力回復アイテムを落としてくれるっていう生優しい要素がないので、しかもここダメージ、ああドキヒョウミスった。だからあの一番第一形態がもし第一形態からだったとしたときに、あの第一形態はもうノーミスで倒せるぐらいでないとダメだと思う。パターンは分かってるのでノーミスで倒せる自信はある、うん、わけですよ。しかも今度は手榴弾じゃなくて普通の銃で、うん、行こうと思ったら多分いけるんだよな。全然できて、ここも撃ってきて食らって、あーこっからだよ。第一形態からか。いけるいける、全然余裕じゃん。あ、撃ってきた。ああ、早かった。はい。ここはいい。ここはもういいんだけど。次。はあはあはあ。1、2、3。ああ。え、どうやったらダメじゃないですか。まあ手榴弾ならダメージを与えれるけど、強行手段ですからね、これは。1、2、3。まあでも一発で 2ダメージだから12発でも足りるかな、これ。あ、でもダメージが通らないタイミングもある。いまいち当たり判定がわからない。1、2、3。うん、当たってたり当たってなかったりしますね。ちゃんとでも当てていかないとこの手榴弾の数では倒せない。あと時間足りる？そこも心配。パターンはもう大丈夫だけどね。油断しないよ。あと6発で相手の体力も6。ミスしなければいける。ほんまに落ち着いていきましょう。1、2、3。 OKOKOK、 大丈夫大丈夫。これで最後の1発が当たらなかったりするとめんどくさいことになる。あ、でも今2回ヒットした。3。オッケー。貴様なら定めを変えられるかもな。ああ、そうさせてもらうつもりだ。しかし貴様には私と同じ死が。お、これ終わりっぽくないかい。あ、さらっとエンディング、スタッフロールが流れ始めた。
今がじゃあラスボスだったんですね。ほほー。はい。ということで。これはどういう状況なんですかね。これ雲の多重スクロールはすごいですけどね。The end。これでおしまいですか。ほいね、よく考えたらクローンが、結局この後のクローンが残ってるから、もしかしたら歴史が繰り返されるみたいなことなんか、間違えた。歴史が繰り返されるみたいな感じなんかもしれませんね。あ、でも声戻っちゃいましたね。タイトル画面に戻りました。ガンテック。まあ、ここよく見たら、それっぽくは見えなくもないですよね、もう最初のこの時点で。主人公の顔っぽく半分しか見えてないですけどね。ハマーって誰だったんだろうね。ボスとして倒したやつのうちの誰かだったんかもしれないね、もしかしたら。これ多分もう、はい、やったら、ああ、もう、あれだね。はい。別に2周目があるわけでもないみたいですね。はい。なるほどね。この画面でお話しするのもあれだな。じゃあ。タイトル選択画面に戻りますか。はい。ということでね。詳しく、あ、こんなんも出ますね。はい、ガンテック、プレイしてみました。あ、プレイ時間1時間38分と丁寧に出ましたね。まあ、これぐらいの時間で、まあ、全ステージクリア目指せるぐらいのボリュームです。ということですね。はい。悪の組織にね、悠然と立ち向かう命知らずの特撮刑事がいた。ん？特務警察？特捜刑事か。1991年に発売されたファミコンピュータ用のアクションゲーム。時は AD 2139年。バイスかな？バイスのメンバー、ハートブラバムが事件の真相に迫ります。これ最初に見せるべきでしたね。スピード感あふれるカーチェイス、3種類の武器を使い分けるバトルアクション、迫り来る敵を引き倒す 3D シューティングの3モードにより、過激で変化に富んだサイバーパンク、バイオレンスの世界を描いています。あ、そうです。やっぱりサイバーパンクだったんですね。加えてステージ感のアニメーションがゲームの臨場感を高めますということで。そうですね。楽しめました。割と素直に。で、まあ、要所要所に本当にね、まあ私忍者龍拳で遊んだことあるので、どうしてもついついこう、比較対象としてね、あ、ここもかしこもね、それっぽく見えてしまうところがありましたけども。難易度に関しては、こっちぐらいがちょうどいいです。あっちは難しすぎる。だからその敵の配置とかがそんなにいやらしくはないので、あ、まあ、終盤はともかくね。終盤はともかく、中盤まではね、すんなりいきますし、まあ、ボスもね、割と比較的倒しやすいというか、思ったより緩いと感じるボスもいましたし、まあ、ラスボスもね、かなりパターン化してたので、まあ、手榴弾で私はね、乗り切りましたから、もしかしたら、普通に通常攻撃で倒そうと思ったらめちゃくちゃ大変な相手なのかもしれないとは思いますけども、割とすんなりといけたという感じでした。まあ、最後はね、でも、ちょっと大変ですよね。最後は、最後のエリアと、ボス2連戦を、やっぱり体力回復せずに進んでいかなきゃいけないので、回復せずにというか、道中は回復しますけど、結構厳しい、かなとは思いましたけども。まあ、でもなんだかんだで、割と、素直に楽しめる、まあ、アクションメインですね。3つのモードがあるとは言いましたけども、カーチェイスと、3D シューティングはそれぞれ2回ずつしかなかったので、あくまでアクセントですね、それらは。メインは 2D アクションゲーム。2D アクションも本当にその武器の使い分けとか、で、通常攻撃、その他もろもろアクションの操作感は、全く私の中では、ほぼほぼ問題なく、違和感なく操作できたので、よく、ちゃんとね、作られている作品でございました。まあ、これは仕方ないんですけども、ファミコンだから仕方ないんですけど、セレクトボタンで武器を切り替えるっていうのが、どうしてもちょっとね、難しいんですけどね。
気持ちよく切り替えるということがなかなか難しい。足を止めないといけないですね、一回どうしても。そこは、もし気になる方はですね、Nintendo Switch Online 本体の設定で、操作を例えばですね、セレクトボタンを ZL ボタンに割り当てると。で、ZL ボタンに割り当てると、ZL、ZR ボタン同時押しでの、専用メニューが出せなくなっちゃうので、それを出すために、XY ボタンに ZL、ZR ボタンを割り当てるとかね、していただいて、楽しんでいただけたら、武器の切り替えがよりスムーズにできるので、より攻略しやすくはなるんじゃないかと思います。本当にね、楽しませていただきました。確かにボリューム面では、なんかあまりにもサクッと進められたから、当時のゲームとしてはね、簡単にクリアできすぎだよみたいな感じだったのかもしれないですけども、いいじゃん、これぐらいでちょうど。本当に。と思いましたので、皆さんもね、興味湧いた方はですね、ぜひ挑戦してみてください。私よりも早くクリア。1時間38分。これを目標に頑張ってね、見てもいいんじゃないかと思いますので。今回の件でですね、全く知らなかったという方の方が多分多いと思いますので、興味のある方はですね、ぜひ、これ Nintendo Switch Online で配信中でございますので、楽しんでみてください。ということで、ガンテックのプレイ動画、今回で最終回です。ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。こういったね、昔のタイトル、本当にこう手軽に楽しめるようになったっていうのはね、すごく、本当に感謝感謝ですね。中には私の知らないタイトル、ラフとか、アルゴスの剣士とかも私、アルゴスの剣士とかも私、全然わかんないので、後々またね、逐次いろんなタイトルが配信されてくると思います。スーパーファミコンの方も含めてね、また気になるタイトルがあったらピックアップできそうなら、していきたいと思いますので、また、お楽しみいただければと思います。それでは、そろそろお開きにいたしましょうかね。また別のプレイ動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。